はい、どうも皆さんこんばんは、きなです。てなわけで、今回はレジェンズフェスティバルのね、情報解禁生放送の最新情報をお届けしていこうかなと思います。いやー、よかったっすね。で、まあ、言われていた通り、はい、身勝手のね、極意兆しウルトラでね、登場すると言ったわけなんですけれども、いや、演出のね、PV 見たら、もうやばかった。マジでクソ震えたね。しかも僕、まあ個人的な話になるんだけれども、やっぱ中学生の時とかにドラゴンボールスーパーっていうのを見てて、ですっげえね、なんかワクワクしてたんだよね。毎週日曜日10時ぐらいからだったっけ、うん、っていうので、もうなんかやっぱリアタイで一番見てて興奮してたっていうのは、まあ身勝手がね、出てきた力の大会あたりが、まあすげえね、思い入れあるんで、うん、そういう意味で身勝手はマジでクソかっこよかったね。アニメのここ演出にしてるんやみたいなね、はい、のがあって、めちゃくちゃ興奮しました。はい、演出ね、めちゃくちゃかっこいいんで、本当にぜひ見てもらえると嬉しいです。はい、でまずは身勝手の極意兆しの性能から見ていこうかなと思います。ウルトラの黄色属性、射撃タイプ、その一族サイヤ、神の木宇宙代表を持っていますね。まだ僕もね、ちょ、生放送の PV に興奮しすぎてあんまりね、見れてないんだよね。で、ウルトラアビリティですね、ヤダメージアップと記録回復速度がリーダーにしてたらついてて、で、宇宙代表につきっていうタイプですね。なんでね、もう宇宙代表は本当にバケモンレベルに強くなると思います。で、さらに身勝手の極意兆し悟空、ユニークゲージを持っていますね。で、この回避モーションのね、いつもの兆しのやつがあるプラス、なんと自身が敵の攻撃を受けている時、打撃アーツまたは一部を除く突進系などの必殺特殊アーツに対し、ユニークゲージを 30% 消費して回避アクションを発動するっていうね、なんとコンボ中に敵の、アタックをね、回避することのできるっていう、もうめちゃくちゃな能力ですこれ、うん、これ持ってるってだけで多分ね、ユニークゲージの評価だけでめちゃめちゃ強いと思う。まあ、邪念場みたいなことができるんでね、やってること普通にエグいですよね。回避アクション発動後、特殊アーツカードドローして、余ダメージアップ、全アーツコストダウン。で、さらに気力減少の無効化が10カウント作っていったわけで、いや、めちゃめちゃいい能力持ってます。はい。で、待機カウント1カウント短縮もあると言ったわけで、これ身勝手3枚とかもめっちゃ強そうだよね。はい。てなわけで、いや、1枚目のスライドからクソいかついですね。はい。で、続いて、身勝手の特殊能力として2つ目ですね、ドカバキインパクトに敗北した際、攻撃を開始しダメージを受けないといったわけで、ドカバキの敗北無効がですね、初めてついたやばないこれ、えぐいんだけどマジで。まあ、身勝手極みのね、強制勝利までとはいかなくとも、ドカバキを一方的に仕掛けて、まあ、負けることがないっていうね、めちゃくちゃな能力してます。これはね、強いね。で、さらに特殊能力を持っています。打撃射撃圧攻撃に対してカバーチェンジすると、敵のカバーチェンジまたはカバーチェンジに発動する、アクション無効化し敵を遠距離まで吹き飛ばすと。で、無効化時以下の効果を発動する究極ドローができます。気力60回復、交代禁止までね、付与できるっていう、もうめちゃめちゃほんまにこいつにしかない能力が多すぎるんで、本当にね、すごいと思いますね。で、アーツもいろいろ繋がるっていうね、うん、本当にチート能力ばっかりですね。はい、で、ここからはユニークアビリティになりますね。ヤダメージ常時 150% アップ、もう意味がわからないですね。で、被ダメージを 70% カット、記録回復速度を 50% アップさせ、ドロー速度も1段階アップしていると。はい、場に出た時、記録30回復、射撃圧コスト10ダウン。めっちゃコスト軽くないこれ。うん、なんか、攻撃回避した時もコストダウン入るんだよね。で、受ける被ダメージの属性相性不利を無効化するが5カウントで、永続というか毎回つくんかな。さらに生存しているバトルメンバーの人数に応じて、いろいろ、まあ、バフがついていますよと言ったわけで、ドロー速もすごいね、これ。ラスワンになるとすごいね、これ。余ダメージ 70% アップの消去負荷。ドロー速度1段階アップ、つまり2段階か常時。で、ユニークゲージ 100% 回復っていう、なんか、身勝手らしさはのね、能力も持ってるし、ドロー速もエグいことになるし、これ、強いね。はい、で、続いて特殊アーツですね。射撃アーツカードドローを体力回復、気力回復。余ダメージのアップで、余ダメージさらに射撃が、1回だけ 40% アップになるんか。で、特化無効の10カウントがついて敵の、バフ消しもできるなんだこれは。で、必殺技敵に衝撃属性の特大ダメージを与え、発動時以下の効果与える、気力30回復、必殺余ダメアップ、さらにヒット時敵の手札の必殺特殊アーツカード全て破棄。いやー、これいやらしいね。あ、めちゃめちゃ強いと思います。はい、で、身勝手のスライドがすっげー長い。自身が控えに戻る際に、ユニークゲージ回復量を 30% アップ、回復量アップか、自身の体力非回復量の 50% アップ、1カウント前にリジェネがついていく、まあ、つまりリジェネ量が高くなるってことだよね。で、
状態異常の低下と、状態異常バフ、ドラゴンボールを一つ減らす能力をある。やばないこれ経由でボール破棄できんの強すぎん。自身が場に出てるとき究極覚醒圧またはライジングラッシュを発動時、自身の体力回復火ダメージの属性相性振り向こうを5カウント待機カウント5カウント短縮敵の気力100減少バニシングゲージを0にさせる。え何やってんのこれは何これ。つまりバニシングゲージを奪いつつだから敵のライジングスカしたら敵の場に奪ってなんかすげえことができるってことか。やばすぎるだろこれまあこれでねなんかライジングをちゃんと相手は丁寧に打たないといけなくなるってことだよね。そういう認識でやってるよね。敵に究極覚醒圧威力ダウンを与えると言ったわけで、いやいいっすねこれ。めちゃめちゃ強いと思います。ほんまに強いと思うこれ。まあこの後ねまた公式のねなんかのリンクのところでホームページかな、あの詳細性能が出るとは思うんですけれども、書いてあることだけでもうこれぶっ壊れ確定ですね。うん、っていうか安定感のやばいキャラクターなんで一体でめちゃめちゃ完結してる。うん、安定力があるんで、いやこれはねレート上位狙う方は絶対パーティーに入れたいんじゃないかな。そんなレベルでいかついキャラクターだと思います。はい、てなわけでいやまた環境動きそうだね。はい、ここからはですね、新イベントについての話していこうと思います。めちゃめちゃ新しいね、すげえっていうのもあったんで、はい、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。まずはフェスティバルホイポイですね。まあ、第2弾の時はね、一回空いてたんですけれども、また復活すると言ったわけで、リミテッドマルチと石がいろいろ手に入るんで、はい、やりましょう。はい、続いて超軸ラッシュスーパーになりますね。いやまあこちらもめちゃめちゃ嬉しいね。うん、まあ今ライトがやってるっていうことなんですけれども、まあちょっと難易度は高くなるけれども、まあめちゃめちゃね、通常の超軸ラッシュの3倍ぐらい手に入るよね。はい、っていうめちゃめちゃ美味しいね、あれになってます。はい、やりましょう。はい、そして新しいユニークフラグメントも登場するようです。宇宙代表かつイエローのキャラクターなんで、まあいろいろつけられるよね。ウルカイとか新キャラクターとか、あとキラベジとかね、ゴールデンフリーザとか、そこら辺かな。うん、めちゃめちゃって今日何回も言ってんね強いフラグになってくれると嬉しいですね。はい、フェスティバルチョイスバトルですね。こちらもまあいつも通りとなっています。はい、で今回のチョイスバトルではこんな感じのね、まあ、宇宙代表のキャラクターがもらえるらしいけど、まあ1弾2弾と比べると控えめかな。あんまり優先して取ってほしいっていうのはないんで、うん、エネルギーとかでいいと思いますね。さあ、そしてハッピーホリデーのレイドが来るらしいですね。で今回はビルスと戦うと言ったわけで、最大1000個の時の結晶をゲットしようと書かれています。いや、ぶっ通しレイド終わったかと思いきや、まさかのまたレイドがね続報来るっていう、いやすごいね。はい、フェスティバル中はレイドもうほんまにぶっ通しなんで遊びまくりましょう。で今回はまあワンシーズンだけで1000個なんで、いつもより多くもらえるってことだよね。嬉しいですね。はい、続いてはハッピーホリデーのログインボーナスとなっています。イシとか SP メダルうまいね。うん、とりあえずなんかうん、よく使うアイテムが全部一気にもらえるって感じですかね。ガチャチケットとかゼニー5億はどうなん、これ多いのよくわからないけど、まあ主にリムーバー石あたりが嬉しいかな。はい、今回の PVP の次のシーズンですねの PVP についても言われていました。ニューイヤーの超軸ゲットが来ると。で今回も特別なコインと交換することによってリミテッドマルチとか石がもらえるよっていうタイプのやつですね。で今回はシェンロンの柄が入ったね、このゴールドフラグが登場するらしいんで、これいつも最近のあれかな、キスナシと体力のやつなんですかね。楽しみですね。はい、で続いてはニューイヤーのレジェンズバトルロイヤルと言ったわけで、神の木のね、まあ、特別仕様のやつが来ると。でいや神の木って見るとやっぱこのスライド通りすっげー強いキャラクターがね使えるんで、まあ、編成の幅も多いんじゃないかなと思うんで結構楽しみですね。うん、まあなんかニューイヤーバトルロイヤルって言ってるから称号も特別な感じになってくるんかな。マスター選手取りたいですよね。はい、でお年玉レイドと言ったわけで、さっきのホリデーのやつとはまた違うね、別のレイドが来ますね。で今回のレイドね、これすごかったんで紹介していこうと思います。はい、今回のレイドはなんとマップ上にね全5体のボスが一気に登場すると。でそれぞれの、ま、属性が設定されてるから、なんか有利属性で攻めてねみたいな、ボスが一気に5体登場するすげえバトルとなっていますね。で今回の特攻キャラクターが今年に登場したリミテッド以上のキャラクターが全員かな、かなんかすげえこと言われてたんでとにかくまあ、自分のね持ってる強いキャラクターを連れていけばレイド勝ちやすいよみたいな感じなんで、クリアもしやすいと思います。はい、で交換状交換して、まあ、たくさんの報酬を手に入れようっていうやつですね。はい、
初めての試みですごいね。でそのレイドの報酬がめちゃくちゃ豪華、これはマジのめちゃめちゃやばい。石1500個でリムーバー、アツコア、さらにこれリミテッドマルチの属性分け初めての登場だよね。はい、いやありがたいですね属性分けで出てくるんだったらちょっと配布量とかもこれから増えてくるかもね。でミッションクリアで、リミテッドマルチ600も手に入ります。はい、でポチ袋を集めて豪華景品を交換しようと言ったわけで、いやーすごい。ポチ袋って言われてるってことはこれお年玉パックにも入ってくるんですかね。うん、楽しみ、本当に楽しみだ。はい、こちらのお年玉レイドのキャラクターの特攻のスライドを持ってきましたね。登場したキャラクターは全てボーナスキャラクターの対象ということで、やばいこれ。あ、でもボーナスキャラクターってことはそんだけメダルが手に入りやすくなるってことかこれ何枚もらえんだマジで、すっげえ楽しみなんだけど。はい、まあサポートメンバーとバトルメンバー合わせて11体までなんで、まあまあ上限はあると思うんだけど、はい、とつってるキャラクターとかいっぱい入れたらね、それだけもらえるっていうことですから楽しみっすよね。はい、そして今回最後の情報になります。フラグメント超強化祭といったわけで、これまでの大強化祭とはさらにボーナス値がね高くなるっていうような、もうぶっ壊れのね神イベントが来ました。でこれ12月31日から開催って言ってるんですけれども、あの当分来ないと言われていたんで、絶対この間にねフラグメント強化してほしいと思うんで、またまあ近づいてきたらね動画にしようと思います。これはすごい。うん、ただまあ分かりやすいですね、これまで大強化祭がやってたから、はい、ボーナス値が単純に増えるよってやつで、期間が、10日までとなってるんでいつもよりちょっと長めですね。はい、マジでリムーバー貯めときましょう。そんなわけで、今回はね新キャラクター、そして新イベント、レジェンズフェスティバルファイナルになりますかね、こちらの、最新情報をお届けしました。もちろんね明日の新ガチャ引きまくろうと思ってるんで、ぜひとも生配信遊びに来てください。お疲れ様でした。